皆さんこんにちは。今日は2024年の5月の10日、ここは JR 九州福岡県北九州市の小倉駅です。この小倉駅はこのようにモノレールが駅舎から発車するということが有名なんですけども、今回使うのは JR でもモノレールでもありません。船を使います。この北九州市を発着する関西行きの船、阪急フェリーに乗ろうというわけです。そんな船が発着する港まではバスに乗っていかなきゃいけません。こちらの阪急フェリー行き乗り場と書いてあるところでバスを待ちます。このバスは船の利用者であれば無料で乗ることができます。小倉駅の北側にあるんですね。さっきは南側にいたんですけど、目の前に新幹線の側面みたいな見た目の通路があると思うんですけど、その通路を歩いていくとやがて小倉港に行けるんですね。その小倉港からちょっと前までは四国行き松山行きの船が出ていたんで、小倉港の方が便利なんですけど、阪急フェリーが発着するのは門司港っていうか新門司港ですね。このバスを乗っていかなきゃいけないという超めんどくさいところにあるわけです。今やってきたのは名門太陽フェリー、これもね九州と関西を結ぶ船です、今回は阪急フェリーというわけですな。こちらの西鉄バスがやってきましたけど、これに乗ってまずは新門司港まで行きます。新門司港めんどくさいですよね。小倉港はもう小倉駅から歩いて行けるからいいんだけど、新門司港はこのバスにいちいち乗って山を越えてね30分ぐらい乗らなきゃいけません。めんどくさい。間違っても歩いて行こうなんて思わない方がいいと。そんな非常に立地の悪いところにあります。無料の送迎バスが小倉駅北口を出発だと。新門司港なんでこんなめんどくさいところに港作ったんだと思うけれど、またこのバス乗り遅れたらもう後続のバスなんかありませんので、歩いていくかタクシーで行くか、そんなことになるわけです。もしくは船に乗るのを諦めるかと、ちょっとねこれはリスクが高いんですよ。なかなかハイリスク。そんな福岡県には門司港なんかにももっと昔から活躍している有名な博多港がございます。博多港といえばね、誰もが聞いたことあるかもしれません。昔から飛鳥時代とかな、もうそれぐらいから大陸との貿易がなされていた港でございます。そんな港から発着してくれね、阪急フェリーとか発着してくればいいんだけど、博多港は現在国内を結ぶ船として、船と港としてあんまり役に立っておりません。博多港を出発する船の大半が韓国行きとかそんな感じです。あとは行きとか対馬かな。国内の大阪とか東京とかそういったところを結ぶ船は出ていないので、もう全く博多港なんか役に立ちません。もう役立たずですよ博多港なんでね。昔は直江津まで船出ていたらしいですけど、それもなくなっちゃったんで。そしてやってきましたこちら新門司港の阪急フェリーの乗り場です。いきなり平城京の大黒殿みたいなものが現れましたけど、実際なんでこんなところに平城京があるのかなと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。そういった方々に向けて建設のコンセプトなんかも書かれていました。ちょっと詳しくは読み上げませんけど、今回乗るのはこちらの摂という船です。2020年にできた割と新しい船。しかしこのチャンネル前も阪急フェリーの動画出したことがあるんですけど、その時も摂に乗ったんで全く同じ船に乗るということになりました。前の動画見てないという方が大半でしょうから、あんまり前の話をすることはここでは避けておきます。早速船内に入りました。随分と綺麗でおしゃれなデザインですね。こちらには売店もございます。すぐに売り切れるんで早めに買った方がいいですけども、こちらのシュークリームなんかも前は買いました。今回は三角パイというものを買いましたけど、そしてお土産売り場もあります。九州のお土産とそれから関西のお土産が売っております。お土産買い忘れてじゃあ部長に怒られちゃうよとかね、そんな心配をする必要もないわけです。ここで買って、そして関西で買いましたとか九州で買いましたとか言っとけばバレないのです。そして自分の席に向かおうと思います。今回乗るのはツーリスト。ツーリストってか、あれツーリストでは別の船の呼び方だったかな。スタンダード洋室といった方がいいでしょうか。半個室みたいなところですね。阪急フェリーの部屋にはいろいろグレードがございます。雑魚寝の部屋とかデラックス和室、デラックス洋室みたいなそういったのがあるんですけども、今回は下から2番目ですね。半個室みたいな感じですから。こちらが今回使うスタンダード洋室。2段ベッドになっておりますけども、1人から利用ができます。別にこれは1つの部屋ということになっているわけではなくて、あくまでね、便宜上ここに2段ベッドがあるというわけです。だから下の人は全然知らない人と一緒に泊まるということになるかもしれません。これは確か飲み物ホルダーかな多分ね。こう引き出して、なんかどっかで見たことあるようなデザインだな。ちょっとうまく動かない。ちょっと折れたら怖いので、下手に触らないことにします。こちら電気ですね。コンセントもついてます。布団もこんな感じ。掛け布団もちゃんとあります。そしてコインロッカーもありますね。100円を入れて使うことができます。ロッカー使い終わったら100円戻ってきますんで大丈夫です。無料です。ハンガーもありますね。こんな感じで完全に仕切りがあるわけではありません。天井にはなんか街道キットでも出てきそうな扉がございます。しかしこれ開かないようなんでね、今日もフェリーの旅は安泰なようです。殺人事件とか起きなさそうですね。コナンも一安心ですよ。
そろそろ出航するので外に出てみました。やっぱ出航の時は外でその様子を見届けるのがいいでしょう。あっちになんか大きな船があるけど、なんだろうなと思ってズームアップしたら名門太陽フェリーでしたね。さっき小倉駅でバスが見ましたけど、この阪急フェリー、神戸行きの阪急フェリーは8時に出発するんですが、名門太陽フェリーが7時50分、ちょうどねこの船が出航するその10分前に出るようです。名門太陽フェリーは大阪の泉大津じゃないよ、どこだっけ、まあ、とりあえず大阪まで行くので、ほとんどねそのさっきの名門太陽フェリーを追跡するような形でこの阪急フェリーも出発します。青く光るのは間違いなく東横イン、北九州空港の近くにあります。東横インがあると大体その近くに駅があるんで、あの東横インがあるから、じゃああの辺は多分姫路だろうなとか、そういう判別をするのに便利ですよ。とはいえ外は寒いので、やっぱ中に引きこもることにします。風も強いしね、海だから。この名門太陽、間違えた、阪急フェリーは瀬戸内海を通るわけですが、その瀬戸内海3つの大きな橋をくぐります。1つは島並海道の何橋だっけ、忘れちゃった、来島海峡橋か、そして瀬戸大橋、明石海峡橋とね、それぞれの橋をくぐる時間が表示されますけども、この船がそのまずは来島を通るのが1時25分、まあ起きられませんね、そんな朝早く、いや夜というべきか、そんな時間に起きられませんと。瀬戸大橋をくぐるのは3時35分、これもまたちょっと夜遅いので起きれません、いや朝早いというべきでしょうか、難しいところであります。明石海峡橋が7時10分、これなら間に合いそうですね。明石海峡橋をバッチリ見て、満足することにします。船内にはレストランもあります。まあ取れば取るだけお金がかかるシステムですけどもね、しかし今回私たちはスケさんうどんという北九州のねうどんを食べてしまったもんですから、お腹いっぱいなんで、今回はレストランは使わないことにします。うどん屋で一番好きなのがスケさんうどんですね、個人的には。そしてなんか謎の部屋を発見したので勝手に入ってみることにします。勝手にって言っていますけど、別に入っていいですからね、無断で船内の司令室に侵入したとかそういうことではありません。何やら真っ暗な部屋ですけども、ちょっと不気味ですね。本当に入っていいのかなと心配ですけども、これ船の真ん中じゃないや、全面展望が見えるところっぽいんですよ。どうやらこの画面じゃ真っ暗すぎて全然わかんないけど、あの船の操縦席の上というべきか下というべきか、ちょっとどっちかわかんないけど、そういうね、船の全面展望を見ても、この一望、海の様子を一望できる、そんなスポットだそうです。しかし操縦席が近いので、この夜の時間帯には電気を消しているそうですね。フラッシュでの撮影とかも禁止です。明日の朝またやってくることにしましょう。誰もここいなかったですね。めったに飛び降りないでくださいってどういう意味なんだろうと思ったら、絶対に飛び降りないでくださいってことだったんですね。このなんかドロップキックしてる図が書いてありますけど、なんか子供とかやっちゃいそうですけどね、上からドーンって飛び降りそうな気がします。いやわかんないけど、さっき売店で買ったイチゴの三角パイを食べてみることにします。三角パイどっかのファースト店で聞いたことあるような気がしますけどね。マクドナルドって皆さんどう呼んでますか？なんか西の人はマックって呼んで、違う、東だったっけ、どっちかがマックで、どっちかがマクドらしいんですけど、もう私はドナルドって呼んでます。こっちには歴代の船が書いてあります、書いてありますっていうか飾られていますね。船の寿命って結構短くて案外すぐに引退してしまうようです。この船も2020年にできたばっかりの新しい船なんですが、そんな何十年も活躍するというわけではなさそうです。せっかくなんで1回ぐらいエレベーターに乗ってみることにします。7階から5階まで。ああそういうことか。もう着きました。早いですね。まあ階段使った方がいいんじゃないって気がするけど、こっちにはクレーンゲームもあります。
これ船子の船子っていうか阪急フェリーのキャラクター船子のぬいぐるみとかですね、こんなでかいのを持って旅行するわけにはいかないんでやりませんけども、こういうゲーセンもあるし売店もあるし結構船内設備は充実していますね。何よりも船内設備が綺麗でな明るくておしゃれということが一番印象的でしたね。こういう快適な空間で過ごせるっていうのが何よりも嬉しいです。このアイスの売店もあるし、売店じゃない、自販機もあるし、ジュースの自販機もあります。自販機の飲み物は高いので私みたいな底辺一番は買えませんけれど、カップ麺もありますが300円、これもちょっと高いので今回は買えません。いや今回というかもういつも買えてないけどね。ただし唯一の欠点とも言うべきでしょうか、圏外になるんです。スマホがあまり使えません。まあ私みたいな人は別にスマホがなかろうが困りはしませんけど、なんかバイトにもねスマホ依存症の人がいてずっとスマホいじっててイライラするんですけど、まあそういう人は苦労するかもしれません。まあ私みたいな鉄道とか乗り物が好きでまた外の景色見るのも好きって人は全然いいでしょうけど、設備も充実してるし、こんなおしゃれなソファーもあるし、外も見られるし、たまにはそういうインターネットというものから離れてのんびり過ごすというのもいいでしょう。まあ船ってどうしても海の上だから、電波が届かないですよね。歴代の船も書いてます。この船が私と同世代かな、2003年からって書いてましたね。こういっぱいあるんですね。でもどれも寿命が短い、ちょっと悲しい。これが今乗っている説です。夜の11時を過ぎると船内の電気も消灯されます。もうおとなしく寝ることにしましょうね。やっぱサンライズの伸び伸び座席みたいなもんですから、うるさくしてると迷惑ですからね。というわけでおやすみなさい。明日の朝も早いのでなるべく早めに寝た方がいいです。はい、おはようございますの寿司。今の時間が朝の6時51分でございます。気づいたら明石化教師過ぎてました。ダラダラしてたら過ぎちゃったんですよな、ははと。船内でももうすぐ通過しますとか言ってたのに無視したからね。向こう側に見えるのが淡路島。ちなみにここはさっき真っ暗で全然見えませんみたいな、そんな秘密の部屋とか言ってたところです。外に出れば明石化教橋もまだ見えました。日本で最も大きい吊り橋、あっちが兵庫県の明石市時の町、そっから淡路島までを結び、最終的には徳島まで行ったら橋です。朝パンが売ってるというのでパンを買うことにしました。この名前忘れちゃったけどオレンジジャムみたいなのがついてたパンだったね。そしてまたやってきました謎の部屋、3回目です。ここ結構気に入ってるんですよね。人が少ないし景色がいいしで、かなりもうここ住みたいぐらいですよ。おしゃれだしね。誰もいない秘密の部屋、いいですね、好きですね。お足元には十分にご注意ください。また事故防止のため朝の8時半に神戸港に着くので、もう下船が始まっています。まあまだ朝の8時15分ですけども、下にはもうすでにたくさんの人がいらっしゃいました。最初ツアーの人たちに紛れて間違えて別の方向に行っちゃったんですけども、慌てて個人客の方に並び直し、無事に船を降りることもできました。あっという間ですけどね、短い時間でしたが良い船旅でございました。最後はまた北九州と同じようにバスに乗り換えて JR の住吉駅まで向かいます。まあここは街中ですからバスに乗り遅れても大丈夫でしょうけどね、山越えとかないし。というわけでご視聴誠にありがとうございました。